菊慈童。古代中国の列犬山に霊仙が湧いているとの話があり、その水源を探しに勅使一行が派遣されました。勅使は山の中で小屋を見つけ、辺りを散策していると、小屋の中から風変わりな少年が現れます。勅使が少年に名を尋ねると、私は児童というもので州の牧王に仕えていたのだと伝えます。州の牧王といえば700年前の時代。勅使がますます怪しんで問い詰めると、児童は牧王より経典の一節が書き添えられた枕を賜ったと言い、それを見せました。愚一歳苦読、自言自主条、福寿皆無量、是公将来。児童はその言葉を菊の葉に移したところ、結ぶ露が不老不死の霊水となり、それを飲み続けたからそのまま700歳にもなったのだと語り、楽しく舞いました。そして児童は勅使らと共に霊水を酒として酌み交わし、義の文帝に長寿を捧げ、末長い繁栄を祈念して山中の戦火に帰っていきました。